はい、キリハです。今回は新総力戦ほどの攻略をしていこうと思います。前回この新総力戦の戦い方について動画にしました。こちらの動画で説明をしておりますので、まずこちらの動画でホドとの戦い方について学んだ後にこちらの動画を見ていただければと思います。そして今回はエクストリームを1部隊でクリアしましたので、その方法やパーティーについて説明をしていきます。ですがこちらのホドなんですけど、やってみてそんなに強くなかったです。なのでいろんなやり方がありそうなので、今回人権になっている千尋を使わない編成だったりですとか、いろんなやり方で攻略動画を上げていけたらなと思ってます。今回の説明で実現できなそうな方は今後の動画を見てくださると幸いです。それでは早速説明していきます。まず前提としてエクストリームのホドに関しては10秒間の CC 秒数を与えることで気ダメージが上がるという内容になってます。ハードコアは9秒だったんですが、エクストリームになって10秒になりましたね。この10秒を与えられるかどうかでパーティーを編成していきましょう。はい、こちらが攻略部隊なんですけれども、正直星野は椿でも全然大丈夫ですし、カリンがいなければ小玉っていう選択肢もあると思います。まずポイントとしては、相手に CC 状態、気絶、挑発、恐怖どれかを10秒間与えなきゃいけないんで、星野の EX スキル、こちらがスキルレベルマックスだと 1.4 秒の気絶 ×5 発打ってくれますので、計7秒間与えることができるキャラクターとなってます。そして吹雪に関しては10秒ちょっとでノーマルスキルが発動して 2.5 秒の気絶を与えてくれます。これはスキル関係なしですね。そして千尋に関しては3コストで狙った相手に 7.5 秒の気絶を当てることができます。このパーティーの要ですね。そして最後にカリンなんですが、ノーマルスキルで 50% の確率で気絶を当てることができます。 CC 状態を与えるのはこの4キャラに絞ってます。そして火力帯として防御力を下げてくれるマキと火力の高いイオリ、イオリに関しては最終ステージで進化を発揮します。スキルのレベルを上げるか上げないか悩んでいる方は、自分が挑戦するほどの難易度で何秒間気絶などを与えなきゃいけないかというのを計算して、単純に足し算なんで計算してやっていきましょう。それでは実践で説明していきます。はい、それでは説明していきます。まず最初に1本目のインベイトピラーが出てきます。この先めんどくさいんでタワーって呼びますね。でこのタワーなんですけど、ハードコアまではゴリ押して普通に倒せてたんですけど、かなり硬いというか、まあ HP が高いです。なのでここでも CC 状態を10秒付与する必要があります。およそ10秒ほどすると吹雪のノーマルスキルが出て 2.5 秒当ててくれますので、プラス千尋の 7.5 秒でちょうど10秒となります。なので最初は千尋を打っていきましょう。はい、吹雪のスキルも出まして、これでタワーのダメージが 300% プラスされます。そうしたらすぐにマキを打ち込むのではなく、このまま打っても落とせないことが多いので、25秒で発動するマキの防御力デバフを待ちます。ペイントボールですね。そのペイントボールが発動してからマキのスキルを打つと、ちょうどタワーを壊せます。ちなみにペイントボールの発動する時間の一覧はこちらになります。イオリも同じ25秒なので同じ時間に発動しますね。この右上のタイマーがこの時間になった時に発動するという内容になってますが、キャラクターの動きによってちょっと遅れるというのは頭に入れておいてください。はい、ペイントボールが発動したので、ペイントボールがマキの手を離れたらマキのスキルを打ちましょう。
はい、スキルが溢れてしまいますので、ここで吹雪のスキルを使って攻撃力アップをかけていきます。そしてこのまま攻撃しても大したダメージは与えられないので、また CC 状態を与える意味合いで星野を打っていきます。星野のスキルはスキルレベルマックスで計7秒の CC 状態を与えることができますが、吹雪のノーマルスキルと合わせても 0.5 秒足りないんですね。なのでまた千尋を打つ必要があったりします。もしくは吹雪のノーマルスキルが2巡するまで待つか、このどちらかになります。CC のゲージがいっぱいになって非ダメージアップがかかったら、ちょうど魔気のペイントボールが発動した後になりますので、イオリのスキルで壊していきます。ちなみにあのタワーなんですけど、どうも扱いが大型、超大型ではなく中型の敵に該当するようで、カリンでタワーを攻撃しても追加のダメージは与えられないみたいですね。ここはちょっと注意が必要です。はい、しばらくするとホドがタワーを射出してきて、相手が2体になります。その際に星野の EX スキルを打って、その2体に当たるように CC 状態を付与していきます。ただ本体への攻撃が優先になりますので、千尋は本体に打って早く非ダメージアップをかけていきましょう。今はスキルを回すために吹雪を打っていきます。ホドとタワーに当たるように星野を打っていきましょう。そして千尋をホドに打つと、ホドの CC は満タンになりまして非ダメージが増大します。手前のインベイトピラーはまだ足りないんですけど、吹雪で自然と満タンになるまで待つのと、カリンのノーマルスキルで CC が溜まるまで待ちましょう。そして最初に魔気のペイントボールがホドの本体に直撃してますので、それが解ける前に魔気のスキルを本体に打っていきましょう。そしてイオリなんですけど、インベイトピラーにイオリを打つと範囲攻撃なので、このホドにもギリギリ届くんですね。なのでイオリのスキルを打つときはインベイトピラーを巻き込んで本体も攻撃するようにしましょう。あとはホド単体になりましたので、非ダメージアップの状態を切らさずに CC 状態を当てていきましょう。その後は魔気のペイントボールに合わせてスキルを打つことで火力の効率を上げて倒していくという感じになります。ちょっと迷っちゃったんですけど、もう HP が少ないんで、これさっさと打っちゃった方が良かったですね。ちょっと失敗しました。
はい、ということで取り急ぎほどの一部隊クリアの動画でした。いかがだったでしょうか。星野は全然椿とかに変えても OK です。牧の枠ですとか伊織の枠、このあたりも変えても一部隊クリアは全然見えると思いますし、千尋がいない人でも一部隊は全然いけるんじゃないかなと思います。そのあたりの動画はまた作っていこうと思いますので、よければ参考にしてみてください。ということで今回の動画はこの辺で、また次の動画も見てくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。